内部モードに関係なく、うん、はいはいはい、1日中ジャギステージとかいや、そしたら結構精神性上いいと思うんですよ。まあいいよ、うん、なんかやれる気がする。そうそう、で、まあ、あの晴れてるんで、あ、そうそう、天気としてもいいし、あ、そう、もう、もう審査が、審査が、もうあの会社、もうあれはもう本当にいらない、うん、あれは本当嫌だ。はい、これが無駄引きというやつですね。ね、もうお構いなしでジャックイン。いいね、いいね。行く道を選べ。これはシロオーラの 66% が続いているのか、この台の仕様としてなんかやらかしてるやつなのか、ちょっとよくどうなんだろうね。まあでも実際シロでね、これ今9連ですけど、初代ではね、あの普通にとは言いませんけど、まあ狙えましたからね。あったあった、全然あった。はい、来た、当たりました。早い、バジリスク対中岡。そう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 、できないか。はい、ねえ、そうだよね、うん、いいじゃんね。てかすっごいもう巻物がこれ巻物連打が始まってるんだけど、10連、シローラ10連で終わるのかな。でもリンが今日結構リンが出てきてるからな。10連1395枚終わった。左大お横コーガーとイナ、その天地に安寧の風通う明日。未来って書いて明日って読むんだ、かっこいいな未来で明日、新しい、なんか昭和のテレビみたいだな。そうなんだよ、ね、昭和初期の、そうそうそう、ナレーションがね、つつましき豪勢の夜空に NHK の光が舞う悲観が舞う、かっこいいな。次回バジリスク甲賀忍法町、甲賀忍法町か、うん、甲賀忍法町ね。はい、勝てる、はい、はい、なんでしょう、2人ともただ順調な、順調に当たってる、昔の台を打ってるっていうこれは大丈夫なんでしょうか。大丈夫なんでしょうね。なんか今ちょっとディレクターさんからあの質問がはいはい、やってきたんですけど、いいと思います。何でも、好きな女の子のタイプはという なんか、まあ、ベタベタな好きな女の子のタイプは、そうですね、あの口が軽くてお尻が軽いっていうことじゃないんですよねタレント、僕はだからいっぱいいますよ。あ、やばい、これ揃うよ、これ揃うよ、揃う、あ、じゃあ先に揃えてもらいましょう、はい、揃う女がいい、そのうちが、まあ、50% だったから、いやだから黒谷友香でしょ、あ、井川遥でしょ、あ、いいね、いいね、ローラでしょ、ローラ違うな俺、あとあのなんかアマゾンの CM に出てて、あのバスに乗ってなんかあのちょっと分かんないな、それ OL で、でバスに乗ってる子供がなんか窓にこう雨の日なんか書いてて、あ、ウインクするお姉さん、俺、若手だと誰だろう、あ、川口春奈、あああああああ、あの子は最高に綺麗、吉岡里帆ちゃん可愛い、ああ、吉岡里帆ちゃんね、笑顔でもなんか目にね心がないっていうかそれがいいんですか、俺割と冷たい目っていうか、何考えてるかわからない眼差しが好
生ジャック来た。生ジャック、おう、生ジャック、これ16残波数分の1だっけ。生ジャック、これはだからバトルボーナスではなく単独抽選している、まあ、バトル、まあまあ、バトルボーナスなんですけど。なんだっけ生ジャックって。これだから確か単発連チャンなかったはずなんですよね。あ、まあ、ちょっと一応レアなやつを引いたんですけど、今じゃねえだろっていうね。タイム的にこれはだから当たっても嬉しくないっていう、みんながなんだよ生かよ、生かよ、生かよ、まあ、生はいいんですけど、生はいいよ、ビールでもなんでもね。あと誰だろうな、名前わかんないけどな、まあいろいろなんだろう、うん、まあ、ちょっと派手派手しい顔よりもちょっと地味めの顔の方が好きかな。プロポーションはね、背が高めで、僕は線が細くてちょっと痩せ型よりも、あとがっちりしててムチムチしてる方が好きですね。はい、肩、そう、肩幅ガッてつかめるような肩幅が好き。ガッてつかめるような。田村亮子みたいな感じ。いや、それはちょっとそこまでいったらちょっとアスリートではないけど、浜口、いや、ちょっとそれそういうがっつりじゃない、ちょっと そっちじゃないな、がっちりがっちりがっちりしすぎてるのもあれかな。まあ、あのバレーボール選手の太ももとか結構好きだね。俺も一人いました、アナウンサー、あ、今タレントなのかな、あのね、望月理恵、この人今何歳、52歳なんだけど、おう、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。いや、もう我々にとってはそれぐらいがちょうどいいんだよ。若い方50人がおばはんと思ってるでしょ。ちーかー、いや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 、持ってますよ、もう本当に。いろいろ持ってる、持ってますよ、すごい、あのラッキートリカーがあるから。ほんと40中盤ぐらいからの女性はね、いや基本的にラッキートリカーついてるんで、ラッキートリカー、ね、突入率はもうこっち次第なんですよ。まあまあそうだね、女子派で言ったら俺 NHK の桑子さん、桑子、桑子さん、うん、NHK お兄さんの好きそうな感じでしょ、目の感じがちょっとこう、うん、柔らかい目っていうか、うん、あ、ほらほら取り越したけど、あ、まあ角だけど、指が綺麗で長い、あ、ティーバック、ティーバックはこだわんないな。ニットワンピー似合う、あ、髪が長い、ストレートヘア、まあそうですね、 D カップ以上、あんま俺胸は、まあ、ないよりあった方がいいけど、あ、俺もそ、あの、もうでかいのはいい、ちょっと爆発的な、ね、F とか以上はいいです、うん、狙うの、狙うの、狙うの、それよりやっぱり骨盤だな、骨盤、あ、骨盤こだわりますよね、骨盤だね。なんかもっとあれですよ、えぐい質問でもいいですよ、うん、そうそうそう、ちょっとわかんない、さあ後半戦、はい、気象会定、こちらオス番長2ですね、2011年かな、はい、私は、ニューバレンス SP、 あのオープニングで2004年とか言ったけど2014年でしょ、いや2012年でした。2012年、すみません、2012年の6月でございました。2004年だとまだ4号機。さあ行きましょう、もうで、はい、これはなんか、あ、もう どうぞ、はい、これは何か分かりやすい特徴があると伺っておりまして、俺が一番気にしてるのこれ、本当この時は俺打ってないんで、ニューパル制御、制御、制御が今と一緒かを確認します。あ、ボリューム、あ、ボリュームなかったね、あ、全長入った、これ、これどういうバージョンなんだろうな、よくわかんないんだよね、
でもさ、ちょっとこれリールの止まり方がさ、すごい、もう毎回バウンドストップするんだけど、これこんなボヨンボヨンしてた？あ、これ制御一緒じゃん、やっぱり SP 一緒じゃん。そうなんだ。そうだから、2015年に出たニューパルデラックスで俺はこの変速の制御をね、発見したんですけど、デラックスで完全告知だっけ、完全告知、ニューパルかこれみたいな。そうです、そうです。で、今もずっとその制御が、まあ、4では進化しましたけど、でもその前から絶対そうだよなと思って今確認できたんで、はい、これはね、ああ嬉しい。さあ早くもとっくに入りました。まあまあまあリセット後はね、今20ゲーム開始、20これ21ゲーム、まだ子役が出ておりません、リプレイも出ておりません。そういうことなのか、コイン持ちが悪い分頑張っちゃう。いやでも子役カット、懐かしの、いいね、懐かしの子役カット、ベースカット、昔のね、まあ、いわゆる裏物と呼ばれる台の上等手段ですね、うん、通常時の、コイン持ち、まあ、ベースを下げる分レンチャーに乗っけるという上乗せというかね。いや本当に子役出ないこれ。いいね。うわ本当にこれは結構過激なん、あ、初めてだな、リプレイですね。で変速の時はカエルとかバーが代わりに止まるんですけど、リプレイは必ずこの形で揃いますんで。やっぱちょっとユニバの筐体からこうダイトの筐体に移ったら すごいなんか操作感が硬いんだけど、ね、このレバーの感じとかっていうか、このなんでこれ毎回、おなんだ、なーにー、おかしいな。まあ2リール確定目ですね、オレンジが普段ここにあるんで、なんですけど、あれおかしいな、ちょっと前兆ものって聞いてたんですけどね。バケ、51ゲームバケだけどリプレイ1回。あ、負けた。ノーマルモード。はい、リプレイ。1ゲーム目リプレイ。あ、そうなんです。これ一応リプレイと伺っておりましてですね。お、今バケ終了後1ゲーム目、2ゲーム目リプレイ。その前は50何ゲームで1回しか出なかったリプレイ、子役まで1回も出てません。だからこれ逆をしたともうここがリプレイなんで、より楽しめるかなっていう。お、3、うん、もうこれ決まったでしょ、ほら、いいね、リプレイ、リプレイと逆押しよく合うな。まあ、言わずものがな、あのビッグ確定、ワンカグですね。そうか、1ゲーム目からまさかバケがケーキになってたり。ダイナマイトバージョン、ダイナマイトバージョンになる。ペガサス4シーン、4シーン360、いっぱい出る。いっぱい出る。ない、一発。あ、だからさっきみたいな本当に連続で出るのか、こう頻発っていうかね、高確率状態みたいな感じになるのかがちょっと分かんない。うわ、子役が一回も出てない。あ、リプレイ来た。あ、リプレイ2ね。もうこんなのだって今9ゲーム目でしょ、これは決まるでしょ。あら、ほら、おお、これビガーみたい、面白いじゃん。あら、
そろそろリプレイリプレイ。わあビガっぽいこれすげえ。いるでしょこれ絶対。おお三連。ほら。うわあやば。めっちゃおもろいやんこれ。ビガー、ね、ビガーバージョン。やばいね。ビガーバージョンだ。よし今度じゃあ押し方変えよう。さあ、では今度は中押しでいきたいと思います。中押しの場合はリプレイの時はまあ、リプレイこうなんで変則だと中段にリプレイが止まるんで中段リプレイ止まったらもうリプレイ1確になります。すごいなこれ。はいリプレイきました。はいリプレイ、あ、分かったこれを楽しこの楽しみ方分かった。こっちだとワンカク出ちゃうんですけど今リプリプでしょ。これ7をね上段に、そうこれは狙えば止まるんです。ただこっちにこっちがこテンパれば入りですあーっていう楽しみができるね。リプリプと7を狙っといて、うん、はいはい、これでリプで一回じゃどうかな。はい。リプレイ。リプレイ。いけるでしょこれは。あれあ。まさか足りなし？三ゲーム。あれ。今のじゃあガセか。うわーこの辺もビガーっぽい。おこれはチャンス目ですね。もう前兆。おお、あ、弁当箱。特訓。これさっきのチャンス目からの特訓かなこれ。まあまだ通常時としては150ゲームぐらいしか回してないですけど子役ゼロです。すげえなこれはすごい潔いね。おお、重りが重りがフルに落ちてきた。これは当たってもらわないと。ほら来た次回オース番長。ああいいねやっぱ気持ちいい。はい、うえうえおい、あれ負けると見せかけてあれが出るのかあれが出るのかほら来た出た卓球少女降臨。誰かに似てます。いややばい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 。もういいね、もうダイトのねもうこういうオマージュが大好きだよもうすっごい火の玉シュート。だい。レクシュー。あー懐かしいな。すごいなこれ。子役ゼロって。1000円16試ゲームぐらい。まあだからリプレイ考えたらまあ20いくか。リプレイも考えたらガセの。そうか。20、まあ、でも20切るかなこれは。20切るでしょ多分。19、うん。
すごい地獄のような台だなこれ地獄だゲーセンでよかったよこれすげえ、でも本当すごい、もうリプレイは外れのパチスロ子役がすごい、いやちょっと子役1回ぐらい聞きたいな。おい、レギュラーかよ残念、レギュラー中って何かあったっけ、レギュラーかよー。子役カットが激しかった裏物って言ったら、あのマスターダックを覚えてる。ああ、覚えてます。あれデータ取り一緒に行ったっけ。行きました行きました蒲田。はい、でちょっと面白いことあったの覚えてる、あの時蒲田の店で、なんかさ打ってたらどっからかシャーンとかドル箱が崩れる音がして、おい、うわーとかなんか言い出して、あ、これ蒲田だからどうせ柄の悪い客が喧嘩してるのかなと思って見に行ったら、店員同士がつかみ合いの喧嘩してた。さすがさすがだな、さすがだな、これ何があったのかなとか言ってね、カウンターのお姉ちゃんの取り合いかあれ面白かった、店員同士が営業中に喧嘩するかって、なかなか見ないですねパチンコ屋さん、なかなか、まあ、パチンコ屋っていうか全てにおいて店員の喧嘩ってあんま見ない、まあ、従業員同士の喧嘩なんかおっさんでペッてこう、まあ板張りだったんですけど、あ、ね、唾をペッて吐いてる親父いて、たまたま見かけたんで、そいつの首根こう「どうてめえ何やってんだようちの店で」って「来い」っつってそのおしぼりコーナーまで連れて行っておしぼりコーナーで、おしぼり5本ぐらい取れっつって、で「ふけ!」っつってこうふかして、で拭いたやつをまた戻させてっていうのをやってたんですよバイトですよ僕、今そんなことやったら本当に大変なことになりますよ首根っこつかむもうここつかむ、握れないように、もうすごい自分の店が好きだったんで、ね、大好きだったんで、うん、もう許せなくて、お前自分ちはそんなことしねえだろって俺は怒鳴ったんですけど、まあ後々考えたら、まあ、家でやる人誰もいないなって思ってすごいな子役の出ないパチスロー、あ、そうね、で、まあ、ちょっとちなみにまあ、もしかしたら子役出ないっていうかリプレイ出てるじゃん子役でって思ってる方おられるかもしれませんが、もうすいませんけれども、リプレイは子役ではございません、うん、便宜上子役という扱いにされてるんですけど、うん、子役は、厳密にはね入賞役という、うん、まあオレンジならチェリーもうそこで入賞しましたっていう、でリプレイっていうのは、まあ、ボーナスと同じ考え方なんですけど作動役なんですよね、それが揃ったことによって次に何かが、だから何かが起こるというのは次のゲームがた、まあ、ただでももう1回できるということなので、高評価もしなくていいし登録もしなくていいです、ただ気が向いたらしてもいいです、好きにしてください以上です